神戸山口組から中核団体の山県組の一部が離脱の動きを見せ、周囲に動揺が広がっている。前2回の2回目。組織の費用化からか、派閥の間や人間関係で圧力や摩擦が繰り返されてきた山口組とはいえ、神戸山口組の独立後5年間は離脱や引き抜きの歴史だった。そもそも今回の騒動も暴力団関係者にはどこか騎士感のある光景だった。 というのも、三年余り前にも、神戸山口組では、分裂騒動が起きていたからだ。離脱したのは、神戸山口組、若頭代行で、あるとともに、山県組副組長でもあった、小田吉成。山県組内の三分の一という、第一勢力を、引き連れて離脱し、神戸山口組内の、別の組織とともに、任教団体山口組、当時、を結成した。 人協団体山口組は、2017年4月、神戸山口組を、離脱したことについて、異例の記者会見を開いた。元神戸山口組、若頭補佐の池田孝二は、会見冒頭で、次のように、行動会支配を批判した。第1に、金銭の吸い上げ、第2に、東大の出身母体、行動会、の悲劇、第3に、東大が信言、還元を一切聞かない、 これでは山口組が自滅の道をたどる。さらに、神戸山口組についても真っ向から否定して立ち上がったにもかかわらず、神戸山口組の現実は名古屋方式にも劣るそれ以下の悪性でしたと返す刀で批判した。ここで言う名古屋方式とは、高動会の拠点が名古屋市にあるため、高動会支配について好う表現している。さらに会見に、 同席した別の幹部は、次のように批判を続けた。分裂以降、蓋を開けてみたら、一向に金銭の、吸い上げが止まず、名古屋方式の上を行くような、お金の吸い上げを、その後も続けており、多額の使途不明金の、詳細もわからないまま。任教団体山口組は、その後、任教山口組を経て、絆会へと名称を、変更して活動を続け、兵庫県公安委員会から、 指定暴力団と認定されている。山口組の名称と山菱の大門の章を取りやめたのは、六代目、山口組若頭の高山の圧力があったようだ。お大っ派が、同じ山口組の名称と、大門を使い続けるのが、許せなかったのだろう、警察庁幹部。行動会による、大量の引き抜きも。神戸山口組からは、絆会が離脱しただけでなく、 六代目山口組による引き抜きも行われてきた。特に神戸山口組とその中核組織である山県組が揺れる中、水面下では慌ただしい動きが進んでいた。2020年春から夏にかけて山県組から山口組、高度化池への有力組織である農地組への移籍者が相次いだのだ。さらに、木津中井からも農地組に移籍する 動きが急加速していた。キズナ会は一時期、解散へ向けた内部での、話し合いが持たれていたが、こうした動きも大きな、原因となったとされている。山県組、キズナ会からの遺跡は、数十人規模となっている。岐阜市に拠点を、構えているの地ち組の、組長野の落ち正広は、2019年11月に、行動会のナンバー2である、若頭に就任している。1月7日に、 山口組と神戸山口組の双方が特定高層指定暴力団に指定された際に、高道会の名古屋市、山県組の拠点がある、神戸市とともに、岐阜市も警戒区域に設定されたのは農地組の事務所があるためとされている。農地組について警察庁幹部が明かす。行道会で若頭補佐として活動してきたが、若頭に抜擢されたのは行動会上層部に、 以前からかなり大きな信頼を寄せられていたからだ。きわどいことをしでかす、こうどうかの中でも、さらにきわどい仕事を、任されてきたと聞いている。岡山襲撃事件の、報復問題が火種、ね。3年余り前に、絆会が離脱しただけでなく、6代目山口組、行動界系からも引き抜きを、かけられる神戸山口組。ここに来て表面化した、山県組の分裂で、 さらに動揺が広がっているが、別の警察庁幹部は、今年5月に岡山で発生した、発砲事件との関係を指摘する。岡山市の市街地で、神戸山口組系、池田組の若頭が、六代目山口組系、大同会幹部に銃撃されて、重傷を負った事件だ。実行犯は逮捕されたが、神戸山口組組長の井上が、池田組による、報復を許さなかったとの情報があり、警察当局は、 実態について調査を進めている。井上が止めたとすれば、それに対する反発もあり、内部で火種がくすぶっている、状態が続いているものとみられる。その警察庁幹部が語る。通常は親分を、下う子分が集まって、組織として成り立っているのが暴力団。対立構想があっても、組織のトップは直接的な、支持派でさないものだが、上から何もするなと、なればどうなるか。 求心力をさらに失えば、さほど時間を必要とせず、結論が見えてくるのではないか。六代目、山口組警官部は、現状に対して次のように憤き通る。ヤクザは、この男と決めたらとことん、親分についていくもの。そもそも、分裂騒動の際、に山口組から出て起こった時点で、ヤクザにとって最も、重要な親子の逆をないがしろにしている。もはや脱退だとか、 分裂だとかいうことを繰り返しても何も感じないようになっているのでは脱山県組が絆会に合流。一方で今改めて絆会の存在に注目が集まっている。戦術の通り絆会をめぐっては解散の動きが指摘され7月に入って暴力団としての活動を停止して警察当局に解散届を出すとの報道まであった。しかしここに来て絆会が 解散の動きを撤回し、現在進行中の山県組分裂で離脱する一部グループとア流するという情報があるのだ。警察当局も情報を把握して警戒、監視を強めているが、未だ今後の動きは不透明なままだ。関東を中心に活動している指定暴力団幹部は一連の動きを中止してきた上で予言名いた感想を漏らす。双方の山口組の間の問題は、 早期に決着に向かうのではないか。おそらく年内あたりだろう。この8月27日、六代目山口組と神戸山口組が分裂して、丸5年の節目を迎える。